夜、小さな町のシイカは窓の外に広がる星座を見上げていました。星座が彼女を引き寄せました。特に星々が踊っているように見える星の舞踏座に心を奪われました。シイカは古びた図書館で星座の秘密についての情報を求めました。そこで彼女は賢明な図書館員ミス・エミリーと出会いました。ミス・エミリーは星座の謎が解ける鍵があることを教えました。シイカは決意し、星々の協力を得て魔法の鍵を見つけるための冒険に出発しました。星々は彼女に導きを与え、新たな友達として彼女を受け入れました。ついにシイカは魔法の鍵を手に入れました。それは星のようなペンダントで星座の中への扉を開ける力があることが判明しました。ペンダントを使って星座の中へ入ったシイカは星の舞踏座の謎が解ける場所にたどり着きました。彼女は星々と共に謎を解き明かし、星座を踊らせる方法を発見しました。シイカは星座の秘密を知識と共に町に帰還しました。町の人々は星座を楽しむ新たな冒険に出発し、シイカの勇気と知識を称えました。